つ前の動画のフラム、このルーディメントってもともとマーチングドラムの奏法なんですね。で、じゃあマーチングドラムってあの鼓笛隊ですけど、このドラムセット、鼓笛隊とは違うドラムセットで使うところあるのって思うかもしれないんですけど、世の中の多くのドラマーはそのルーディメントをいろんな風に使って演奏してます。多分ドラムやってない人でもルーディメントってなんだろうって、あ、これルーディメントの中のこれなんだっていうのが分かると、こう自分の推しバンドのドラマーの見方が変わるんじゃないかなって思います。じゃあフラム、これってそんな使ってる人いるのってドラムやってない人思うと思うんですね。マーチングのドラムがドラムセットとつながるなんて本当にって思うかもしれないんですけど、私がこのフラムを使ってるって思って高まったのはスピッツの愛の言葉のイントロです。一番最初のターンって入ってる一発目のあのドラムはフラムです。ちょっとやってみます。イントロなんですけど、最初のパンっていうドラム、あれはあの一発で打ってるんじゃなくてフラムなんですよね。これをフラムが使われているところがあってあります。2番の A メロから2番の B メロに変わるとき、ちょっと曲なしでやるので地味なんですけど、後で持ってる CD とか Apple Music、Spotify、サブスクで、聞いてみてもらえると嬉しいです。ちょっとやってみます。 2A から2 B に行くつもりで、通り彼らの青い地に染まったなんとなく薄い空のところ、薄い空から B に行くときにタンタンって2個鳴ってるんですけど、それはそれもフラムですね。こう1個やるよりもなんとなくフラムでやった方が雰囲気もさりげなく雰囲気を変えられるですね。もうさりげなく雰囲気を変えるのにこのルーディメントのフラムってよく使われていることが多いです。他にも日本の曲でフラム使ってるドラマーの方たくさんいると思うので、皆さんの聴いてる曲でフラムを見つけたらこれフラムだって思ってもらえたりするとドラマーは喜びます。なんかさ、ドラムやってない人にそれルーディメントのフラムって聞かれたら嬉しい生き物です。知ってるんだみたいなね、結構すごくドラマしか知らないような言葉なので、それなんかドラムじゃない人に言われると喜びます。ドラムの基礎練習ルーディメントというたくさん の, あのメニューの中の一つフラムがスピッツの愛の言葉という曲の中で使われているっていうお話をしました。結構本当にいろんなバンドのいろんな曲で実はさりげなく使われているので、自分の好きなバンドでドラムをやってない方も曲を聴いていて、なんか今ちょっと引っかかったような音がしたなって思った、
サウンドだったなって思ったら、もしかしてフラムかもって楽しんでみるのも一つの味わいかもしれません。